いらっしゃいませ。東京高円寺のライブハウス、ライブミュージックジロ吉からお届けします。ライブミュージックを愛するすべての人へ。離れていても集まれなくても、そこで鳴り響く音楽を、熱を届けていきたい、そんな思いからラジオハウスを立ち上げました。毎回ゲストの方とリスナーの皆さんの声で作っていきます。こんにちは、こんばんは、ジロ吉の美穂です。早いもので9月になりました。今年は毎年恒例、8月最後の高円寺阿波踊りもなく、いつの間にか秋になってしまった感じがします。ジロ吉は9月15日まで午後10時閉店ではありますが、変わらず営業していきます。引き続き観客人数限定ライブ、そして配信ブロードキャストフロムジロ吉をお楽しみください。さて、今日はその配信ライブに今月もご出演いただく予定の東光義さんをジロ吉にお呼びしています。東さん、こんにちは。こんにちは。ジローではありません。違います。生で来ております。ジロ吉に、はい、真っ昼間から来ております。はい、非常に、なかなか珍しい感じですが、そうですね、はい、暑い中来ていただいて、はい、暑いですね。めちゃくちゃ暑いですね。はい、まだ9月とはいえ、今日は9月とは言って、9月5日ですからね、撮ってるの。はい、暑いですね。で、お元気？元気です、元気です、元気です。昨日あろうことか、勤め先の後輩と飲みに行ってしまいました。でも怖いので野外でしか飲んでません。はい、はい、そっかそっか。でも、うん、そういったもう飲みに行ったりもしたりとか。いや、久しぶりでしたけどね。仕事の関係で飲んだらもう2ヶ月ぶりぐらいですかね。うん、そんな感じですよね。はい、世間まだ、はい、はい、ありがとうございます。今日は本当に嬉しいです。いい、ありがとうございます。お招きいただきまして。半年前にもうなってしまうんですけれども、ジロ吉の45周年スペシャルライブイベントの時に、まあ、コロナが流行り始めて、キャンセルも出始めた状況だったにもかかわらず、ご出演いただきました。スインギンバッパーズの、ね、もう本当に最後の密がみたいな。あれはね、ちょっとどうするかみたいなもの、若干の迷いはあったけど、うん、結構みんなやるって感じでしたね。うん、でも万全でしたよね。結構みんなマスクしてマスクしてアルコールを持ってきて、うん、首から効くんだかよく分かんないけどペンダント下げて、そう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 、ウイルスなんとかっていう、ウイルス除去、うんうん、仏さんにあげるって言ったら俺はいらねえって仏さんの分まで買ったのに。そう、でその様子が今ジロ吉の YouTube チャンネルにも、その3月7日の動画を、2曲ですけれども、アップさせていただいて、はいはい、ゲストの永井仏隆さんが出てきてくるね、登場の場面と面白いトークとかも見られますので、うん、いじめられましたからね昔ね。ちょっとそういう話とかも聞いていいですか？はい、どうぞ。はい、でちょっとその話も聞き、はい、お聞きしたいんですけど、ちょうどですね、はい、今、はい、この後ろにかかってる、はいはい、BGM というか音楽なんですけれども、はい、これは、バッパーズの一つ前、二個なる、一番新しいのの一個前の、CD で。ジロ吉のね、40周年かなんかに呼ばれたのかな、37周年、いや40周年かな、ちょっとよく分かんないけど、はい、それで、あ、なんか本当ジロ吉に本当にお世話になってるんで、いや本当バッパーズってバンドはジロ吉がなかったらとうに昔に潰れてるバンドなんで、いやいや、本当に、うん、最初にライブハウスでやらせてもらったのもここですし、そうなんですね、うん、だから本当新井さんとかが年に1回とか2回ぐらいの時にも、ああいいよって言って出してくれてね、それで続いてきたようなとこあるんで、はい、でなんかジロ吉のこと書かなきゃなと思って、で誕生日には俺を呼べっていう曲を書いたんですよ。これジロ吉の、そうジロ吉の歌なの。嬉しいです。知らなかったっていうか、だから雨でずぶ濡れになってたっていうのは、むっちゃくちゃな水没した時のこととかを思って、なんかね、はい、水没ね、何回か、うん、はい、まあね、何回かだけど最初の方がすごかったんじゃない、確かそうみたいです。そうそうそう、なんか、うん、プカプカなんか船が浮いちゃうぐらい、そう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 、そうなんですよ、ジロ吉は、
なんかそれで、ね、あのよくジロ吉のあれ90年代かな、あの誰かが誕生日だと突然、はい、ハッピーバースデーが鳴り響いてなんか大騒ぎになってってありましたね、うん、あれもねすごい忘れられない光景、うん、そんなのもなんか思いながら、うん、作って、今でもこの結構だからよくやってますけどね、うん、それであのよくいい定席の MC としては誕生日のやつ誰かいるかって言うんだけどね。だから最初はよくほらあの山下達郎さんみたいにクリスマスの、はい、まあもっと前でもチャールズ・ブラウンとか、ね、クリスマスの歌を書けば儲かるっていうのは、おい誕生日の方が儲かるんじゃねえか、ね、毎日誰でもいるからって言ったら全然ダメだったね。そうか、うん、あでも確かにでも毎回の数が少ないからね。そうですね、うん、そうなんですね。でまあこのねバッパーズのお話があって、うんはい、バッパーズのデビューアルバムが、はいはい、ここで撮ったスイングバックウィズザスインギンバッパーズね、うん、ジロ吉で録音したっていうことで、うん、いつ時期は83年じゃないですかね、うん、確か、うんうん、ビビッドさんっていうこれもまたあの奇特な長野さんっていう社長がお金出してくれて、はい、作ってくれてありがたいことで、でブースとかがない代わりに俺のギターアンプは女子トイレに入れた。あ、えどういうことだ。女子トイレにアンプだけ入れて、うん、音が大きいからあっちにまで持ってって、そしたら女子トイレが絵も言われぬいい響きがしてね。よかったんですよ。そんないろんな工夫もしながら、そうそう、うん、人数とかメンバーは、あ 今みたいに密ダメとか言ってないですからね、うん、ガンガンに密に入って、うん、で一曲だけお客さん何人ぐらい入ってもらったかな、うん、20人ぐらいその辺にまとめて、はい、こういうあの手拍子だけしてもらったという、うんうん、へえ、そうそう、懐かしいですね。そうか、ジャケットもここで、うん、まさにここで撮った写真、うん、写真を、うん、いや素敵な白黒の写真というか、うん、そうそう白黒なってて、うん、白黒しかなかったわけじゃないけどね。そうですよね、さすがに そんな年寄りじゃない。そうですよね、うん、そりゃそう。でそれ永井仏隆さんプロデュースということで、まあ先ほどちょっと いじめられたっていうのはその前の、うん、ブルーヘブンの頃ですかね、うん、もっと前で、そうですね、はい、まあ例えばそういう話していいんですかね、うん、まああんまりどうでしょうね。まあ宿に行くとあの若い俺とか、はい、チャールズ清水の布団がないとかですね。隠されちゃったってことですか。そうそう、あとは泊まるとこは自分で探すとかですね。そんなバカなっていう。厳しく。厳しいですね。まあ、育てられたというか。そうですね。いう感じなんですかね。うん、瀬野さんもかなり、うん、猛烈でしたよね。いや、で、なんか、その、まあ、瀬野さんの今お話が出て、ええ、そもそも、ジロ吉に、初めて出演されたきっかけっていうのが、うん、学生の時？学生の、大学1年の時に、うん、高校の時にバンド、もう亡くなっちゃったんだけど、すごい天才みたいな、ドラムのやつがいて、そいつとバンドやってたんだけど、そいつは、一年先に大学入ってて、ジュークジョイントブルースバンドっていうブルースバンドやってて、はい、で、ジロ吉ができた頃から出演してたのかな、だから。うん、で、お前もジロ吉セッションみたいなのも時々あるから遊びに来いよって言って、それで二人で瀬野さんのバンド見に来たのかな。うん、そしたら、当時の瀬野さんのバンドは一部二部終わって、終わると11時からセッションになって。夜の。ああ、そうそう。それで、末野さん、お、楽器できるやつ全部上がってこいっつって、うん、で順番に上がってって、それで、やらせてもらったのが最初ですよ。うん、それで。立ったとこも、なんとなく、かなり覚えてます。俺、あの辺に立ったな。へえ、うん。それで、末野さんに、お前なかなかいいな、バンド今、だから、ローラーコースターを、解散した後だったかな、うん、解散した時から瀬野さんが辞めたって言って、次のバンドを始める時で、はい、俺と一緒にやらへんかって言ってくれて、それが、だその夜がなかったら、また違う人生だったかもしれない。本当に。そういうのありますね。そうなんですね。ジロ吉40周年の時に、うん、ジロ吉オンマインマインドという書籍で、うんうんうん、そこでも東さんにインタビューさせてもらったんですけれども、うんうん、まあなんか、ブルース聞かないやつは人間じゃないみたいな。まあ、それ70年代の、ね。74年、うん、4年から6年ぐらいはそういう、うん、そういうのがありましたね。だから、ブルース
がもうとにかく始まりっていうか。そうですね。うん、もうブルースしか眼中なかったですからね。うん。うん。そういう頃ですよね、本当に。うん、まあその本にもいろいろその時、うん、今まで、まあそういう経緯が書かれてて、うん、面白いお話がいっぱい書いてあるんですけれども。うん、で、さて、東さんは、うん、ジロ吉で来日ミュージシャンとも結構共演されていまして、うん、そのだからブルーヘブンやってた頃はミッキー・ベイカーっていう人がギタリストで来てて、うん、でものすごいまあ職人ギタリストみたいな人でね、いろんな R&B の、人のバックとかいっぱいつけたりしてる人なんだけど、はい、まあなんていうか職業ミュージシャンっていう感じの人だな。うーんいつも時計見ながらもうそろそろ終わりだろで、うん、ディーンって手を挙げて、はい、ここまでって自分で言っちゃうの。へだから、うん、あとは俺のギブソンのギター見て、うん、これは偽物だなひどい人だな。偽物じゃないんですよね。偽物じゃないはずなんだけど、これは俺が見る限りは偽物だって、ね。へぇ、うん、その人が最初で、うん、あとは、新しい順だとわかんないけど、あと、ロニー・スミスっていうオルガンの人は、真夜中レコーディングしましたね。はい、うーん梅津さんとか、亡くなった片山さんとか、うんうん、佐野さんか。ジロ吉で？ジロ吉で。ジロ吉でライブレコーディングして。うん、あら、そっか、そういうの載ってないんですよね。ライブジャムとかいう、確かあれで。ピーバインで言ってたのかな、うん、あとは誰だろう。パッと言われると思い出す。あ、アルブラスタードですよ。はいはい。うんアルブラスタード忘れないですね、やっぱ。RG さんは、ニューオーリンズで、うんうん、そうそう。新井さんが拾ってきちゃった。そうですね。拾ってきた。はい。あ、で、ちなみに新井さんっていうのは、ジロ吉の、はい、マスター、うん、初代マスターというか、うん、はい、新井誠なんですけれども、うん、確かニューオーリンズから RG さんが来たのは92、3年だったと思います。うん、そうそうそう、ね。面白かったな、あれ。いやでもやっぱすごいなと思いましたよね、本当に。なんていうか、うん、あの頃いくつが80歳ぐらいだったの、70歳なのかな、80代だったと思います。80代ですかね。なんかね、もう、うん、あの時こういうのがあるんだと思ったんだけど、うん、あるじいさんあるじいさんだったらとあるじいさんみたいなアルブラスターだっていうその人からの指から、はい、なんか時代を超えてなんか風のように音が来るの、うん、なんかあこれは本当に昔の音がするって、なんかメロディーとかリズムの感じがそうなのかもしれないけど、うん、うわ聞いたことのない、でもレコードからいっぱい聞こえてくる音だ、うんうん、ものすごいびっくりして、うん、で、うん、俺のおじさんもこの俺のおじさんもやっぱ昔ジャズ弾いてたんだけど、まあちょっともう今亡くなったんだけど、70ぐらいになって一緒に俺とかバッパーズのマキとオカチなんかと、うん、共演して CD も1枚出したんだけど、うん、やっぱそのおじもやっぱ指先から昔の音がするんですよ。だから、あ、すごいことだなと思って、あれはRGさんを見てなかったら、うん、あれはわかんなかったかもしれない、うんうん。指先からか。そう。もう本当は全身なんだろうけど、うん、全然今のピアノ弾きとは違うものが。いい悪いじゃなくてね。でも、すごいなと思って。うん。それはね、ものすごい大好きな瞬間ですね。そういうのが、わかるのが。確かに、RG さんも本当にもう何十年も、確か93歳かな。まあ、90代で亡くなったんですけど、うん、もう最後まで。ね、ずっと。ずっとなんかライブやってたんでしょ、なんか。そうなんですよ。で、元気で、うん。思い出しました。そうそうそう。あとは、シュガーブルーとかは。あ、シュガーブルーもそうですね。またちょっと遡る。そうそうそう。シュガーブルー、ちょっと怖かったですね。これで大丈夫。やっぱ、現役バリバリのやつだから、うん、怒られるんじゃないかなと思って、すごい緊張してやった覚えがある。はい、うん、でもまあ、しんちゃんがいたからね、うん、亡くなった。しんちゃん、ちょっと大丈夫や、これで大丈夫や、みたいな感じで言ってくれて安心しましたよね。うん、へぇー、そうそう。そして、スリムゲイラード。そう、これはね、うん、もう、忘れもしない。出来事で本当に、はい、スリムゲイラーズっていう、ジャイブの、本当に昔の黒人芸能というか、だから、俺が好きなジャンプとかジャイブのその、もう、本当、王様みたいな人で、それこそチャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーと一緒にやってたような人なんですよ。その人が、ある日、ファッションモデルの仕事で、
東京に来てるっていうのが、はい、当時ザ・ブルース、今でいうブルーズ&ソウルレコードの前身ですけど、そこの、あの、コーチさんっていう方から連絡が来て、はい、スリムゲイなどが来てる、ええー、ってインタビューしながら、スルスルスルっつって、うん、で、俺と、うしゃこだの藤井くんでインタビュー行ったの、はい。で、ものすごい面白くて、最高に面白い人で、うん、で、なんか、インタビューの最後の方で、ところでどっかこの辺で、なんか聞けるとこがあるかって、うん、おいって、あ、ジャズ聞けるとこあるかって言ったのかな。はい、で、おい、なんか言ってる、俺たち明日、ジロ吉でライブだって言って、あと、はい、ジャズクラブがありますとか言って、嘘ついちゃってさ。うん、で、やってたら、ジャンプオールスターズってバンドで、はい、出演する日で、で、終わりの方になって、演奏してたら入り口のあの入り口にもう身長2メートルぐらいあるから、はい、ぐらいあるから、ものすごい人影が降りてきて、うん、うわ、来たつって。本当に来たみたい。本当に来た。うん、で、うわって上げて、うん、で、まず、じゃあ、俺のギター渡したんでね、うん、でじゃあこれで弾いてくださいって、ポプティーポップっていう曲はやってたもんだけど、うん、ワンって、ワンってさ、ガッガッって2発聞いたら俺の弦が切れちゃってさ。へー。ものすごい力なのかなと思って。うんうん、もう、ね、手とか、俺も日本人にしたらでかい方だけど、もう本当に誇張じゃなくて、俺のこの手が、あの人の手のひらの中に入っちゃう。うわだってまあ身長2メートルだから。そうそうそうものすごい、ねね、うん、ギターもちっちゃく。ギターの方がちっちゃい、うん。そうそうそう。それで、あ、たまたまギター2本持ってったから、うん、ギターの弦が切れてない方を渡して2曲目やってもらって、はい、うん、それを今日ね、ちょっと。はい。いや、そのもう超貴重なレア音源を、うん、今日お持ちいただいて、うん、で、その白庄司隆とジャンプオールスターズっていう名前でやってましたね。はい、懐かしいですね。メンバーは、はい、うん、藤井浩一さん、うん、ボーカル、そうそう、テナーサックス、ボーカルサックス、はい、白庄司隆さんがアルトサックス、アルトサックス、岡地明弘さんがドラム、そう、照本文人さん、うん、今もあの、うん、藤井君と一緒にやってますけど、彼がピアノ、ピアノ。から森田なんて言う、正彦森田君がベースですね、うん、そしてゲストにその時は丹面、福島岩尾さんが、はい、この前に歌ってましたね、はい、うん、で東さんが、ボーカルギター、そうですね、すごい本当に貴重な音源、うん、よくこれはね、でもすごいんですよ。あの、日米スキャット合戦っていうのかな。はい。だから、日本のジャイブ王藤井浩一とですね、はい、アメリカの元祖ジャイブ王、あの、スヌーギエラーとかガチンコで、スキャットで戦うという。もうこれ、猛烈ですよね。あの、その場のアドリブが。もう、まあ、ちょっとお聞きいただけると。そうですね。はい。あ、じゃあ、うん、曲名を。ヒットザットジャイブジャック。はい。それではお聴きください。1987年4月22日、ジロ吉でのライブ音源です。It sounds good. ああ、いい音がします。This is my friend. ああ、友達です。はい。はい。
ヤマハで川崎川崎ですからね。もうどういう言語感覚なんだ。いや、またそれを切り返す藤井君も本当すごいですけどね。まあこの後ちょっとまだソロがいろいろあったりして、全部では20分ぐらいの曲なんですけど、このスキャット合戦のところまでお聞きいただきました。いや、本当貴重な音源でした。ありがとうございました。さて、この番組では声で集まろうコンセプトに、皆さんからのメッセージや質問を募集しています。質問じゃないですね。はい、すみません。質問です。質問をいただいておりまして、はい、今回もいろいろメッセージ、質問が届いております。はい、はい、ラジオネームなりさん。なりさん、はい、女性の方でしょうか。いつもライブを楽しく拝見しています。ありがとうございます。ジロ吉からのライブ配信もすごく良かったです。ありがとうございます。早速質問です。本業かっこはてなのお昼の仕事をリタイアされたら、何か新しく始めようと思っていることなどありますか。公演が増えたりしたらとても嬉しいです。って書いて、まあ、いわゆるいわゆる仕事みたいなのはもういいかなと思っていて、はい、まあ、よく退職すると、はがきが来ますよね。うん、市議なんとか、長年勤めてたところをこう退職いたしまして、うん、はい、これまでお世話になりました、どうのこうの。それで最後に、今後は、よくあるのは、第二の人生をどこどこで、みたいなことが書いてあるけど、私は、そのはがきを作って、今後は念願だったプロ入りを果たそうと思いますって書いて、各所に配ろうかなと。あ、そうかそうか、東さんから出す。そうそう、俺から、うん、はい、挨拶い、そうそう、今からちょっとその、うん、退職した先輩のそのハガキとかね、はい、今集めててどう書けばいいかなって、うん、近いんですか。あ、俺はおそらく、うん、いや、順調にっていうか、うん、しくじらなければ来年ぐらいで終わりですかね。そうですか。65ですからね、うん、そうです。年取りましたね、ジロ吉に最初に来た頃から比べると。いやでも、もうほとんど、ジロ吉、だから45年前から、だから。俺は、来たのだから75年のね、うん、7月ぐらいかな。もう開店して多分何ヶ月ぐらい、ね。何ヶ月ぐらい。そうそうそう。うん、若い、その20、20、20歳ぐらい。まだ20前じゃないかな。19歳だ。19歳ですよ。ねえ、すごいな、うん、
恐ろしいですね。本当に。でも、ということは今まで結構東さんも本当に週末だけっていう結構ね、限定されてたんで。いや、うん、思い出すと、うん、やっぱ30ぐらいの時にちょっと、若干その、まあ今考えると仕事にも慣れてきたってなって、ちょっと無理に平日でも入れていっぱい迷惑かけましてね。特にローラーコースターとかには非常に迷惑かけて。うん、あ、こっちのよ、そうそう、突然行けなくなっちゃったりとかいうのがあって、それで、結構、痛く反省してですね、もう土曜日しかやんないって決めて、15年ぐらいやってたのかな。だからもう、平日やるともう、もう平日というか休みじゃない日にやるともう何があるか分かんない、はい、から、まあ休みでも危ないっちゃ危ないのはあるんだけど、うんうん、でも平日はちょっとあまりにリスキーだなと思って平日はやんなくなりましたね。うん、今も平日はやってないですね、さすがに、うん。そうですよね。うん、じゃあまあもしかしたら来年以降増えるかもしれないということで、はい。では次にの、メッセージ来てます。大阪の酒井さん、東さんはワインとか食べ物の曲をよく作られますが、好きな食べ物、お酒を教えてくださいって書いて。食べ物は昔は本当に肉が好きだったけど、食わないですね、最近肉は。うん、だから、バンドのやつからも食べた方がいいぞぐらい言われるぐらい、うん、そんなには食べないですね。でんぷん好きですね。芋とか米とかうどんとか。あ、だから糖質っていうか。糖質大好き、フリスキーですね。今、よく、糖質ダイエットバカなこと言うんじゃない、ね、バカになるぞお前って言ってんでね。糖質好きだな、うん、あとは、でんぷんでしょ、油も好きだな、うん、じゃあ、うん、うどんの天ぷらうどんとか。ああ、うどんを揚げてほしいと思うぐらいだもん。そんなにいや、そんなことはないかな。かき揚げとか大好きでね。かき揚げうどんとかね。うん、いや、美味しいですもんね。うん、なんだかんだ、昼飯、花丸うどんって多いな。ああ。いいですね。うん、花丸うどん。うん、それと、うん、あとは、酒はね、昔は、それこそ、ジロキチによく、来てたところはもうウーロンハイだらけでしたけど、うん、もう、ここ10年以上はワインばっかりですね。そうですね。ワインはよく飲みますね。なんかでもね、歌ではワインは2杯。そうそう 2本まで。2本までか、うん、2杯じゃなくて。2杯半だったらね、ノイローゼになっちゃう。そっか、まあ2本を飲めばいいですよね。いや、2本ってのはその、うん、これ哲学的な話で、何人で、1人で2本じゃないですからね。大体2本。何人で言おうか。2本っていう感じだぞっていう、この、うん、それはね、作詞っていうかタイトルをつけてくれた伊藤くんっていうやつが、うん、年賀状に書いてきたんですよ。うん、東さん。あ、じゃあ、年末に、はい、中野のブライトブランっていうブルース喫茶に、はい、うん、俺がデロデロに酔って、デロデロに酔って入ってったのを伊藤が見て、うん、伊藤くんが、年賀状に、東さん、大人はワイン2本までって書いてて、うん、これは歌になるなと。ちゃんと著作権は、歌手の著作権は、分けてますけどね、やつと。あ、へえ、ちゃんと。いい話でしょ？うん、いやそういう、あれだったんですね。そうそうそう、いつもね、面白いなって思ってたんです。はい、ありがとうございます。で、じゃあ次に、匿名のちょっと男性の方なのかな、うん、はい。すみません。自粛じゃないですよ、うん。自粛警察とかじゃないですね。大丈夫です。なんか、ちょっとドキッとしますよね。なんか何が言われるんだろうって。すみません。ジャンプとは何ですか？うわ、これはまた難しいこと言う。確かに、ちょっと、うん、まあね、ジャンプブルースとか。うん。昔東京にもいて、アーカンソーファッツって人が、はい、おそらくジロキシにも何回も出てる人。ね、はい。アーカンソーファッツで、米軍に勤めてて、うん、こっちでもライブやってたりした人なんだけど、米軍のなんかその、エンターテイメントみたいな、その部署があって、うん、基地の。そういうところで働いてた人なのかな。その人が、言ってたのは、うん、ジャンプとかってあるんですよ。ジャンプなんてものはないんだ。ない。全部ブルースだって。だからその人に言わせるとね。うんうんうん、でも、それと何でもブルースなんだ。おそらく、はい、グラディス・ナイト&ピップスだろうが何でもブルース。うんうん、だから、うん、どういうことかなと、その時は分かんなかったけど、ものすごい平たい言い方すると、僕がジャンプってよく言ってるものは30年代から50年代ぐらいの、まあ、黒人ポピュラー音楽なのかなって、黒人だけじゃなくて、うん、白人の人のものもあったかもしれなくて、
あの、話長くなっちゃうけどいいですか、ね、あの、どうぞ、ぜひぜひ、はい。イギリスのリズム&ブルースレコードっていうレーベルがあって、はい、そこに、ミシシッピー・ジューク・ジョイント・ブルースっていう4枚組があって、はい、あ、4枚だな。あれ、6、いや、なんか、とりあえずあって、うん、それはすっごい企画で、あの、ジューク・ジョイント、向こうのね、安坂は、その、音楽を聴かせたり、ライブも時々やるような、ミシシッピーにある、そういうブルースをかけるの店のジュークボックスに、はい、何が入ってたかっていう資料が残ってんの。うん。うん、あの、ある。あ、本物の。そう、本物の、ある黒人の男性が調べたリストにしてタイプで打ったものがあるわけ。はい。で、それを並べたアンソロジーなんだけど、うん、それ聞くと、もう確かにもうバリッバリのカントリーブルースがあるんだけど、なぜかそこにカウントベーシーもあったり、うん、あとは白人のビング・クロスビーみたいなのも入ってたりして、うん、あ、この人たちはこれ一緒くたに聞いてたんだなっていうのが分かって、まあ、そんなような、なんかその、当時ポップだったものが、僕にとってはジャンプなのかなと思って。なるほど。うん、ジャンプっていうか、定義っていうと、うん、ん、一言ではちょっと。一言で、だから、ね、昔の、うん、昔のブルースで、割とみんなが喜んで聴いていたものっていう、うん、いうことになると、うん、あんまり、ああ、俺は辛いなんだっていうような無駄ではないような気はしますよね。うわ、楽しいみたいなものが多いという。うん、ルイ・ジョーダンっていう人がね、本当にジャンプの、はい、もう大有名人ですけど、うん、もうよく引用するけど、あの、誰にも、その、自分のライブを見に来る人には、あの、なんて、不祝儀な気持ちになってほしくない、うん、嫌な気持ち、モービッドってよくわからない単語なんだけど、うん、あの、そういうふうな、ただ、あの、楽しんで帰ってってほしいんだみたいなことを、ルイ・ジョーダンが言ってて、うん、あ、これはすごいなと思って、心に残る言葉ですけど、そのミシシッピ・ジュク・ジョイント・ブルース、ぜひ、あの、大阪の方ですか、匿名の方。あ、場所は書いてないんですけど、うん、匿名の、はい。匿名の方は、うん、ぜひ、あの、追い求めて、買い求めていただければ、ちょっとわかるかなっていう気もしま、いたしました。はい。上から目線で申し分ない。いや、申し訳ない。いやいやいや、ありがとうございます。はい、ちょっとそれ私も探してみます。はい、そして、はい、最後の、はい、あ、メッセージかな。新潟のゆるふわさんから。うん、新潟というと小出仁志さんの故郷ですね。あ、そうなんですか。うん、あずまさんとメンバーの皆さんの楽しいやりとりが大好きです。はい。あんな風に学生の時の友達と年を取っていけたらいいな、というメッセージをいただきました。あ、学生の、うん、そっか、時からの。そうですね、学生の時からですからね。牧くんなんか一番長いですかね。大学1年の時から知ってますからね。そうなんですね。うんうん、あれ？それに、このメッセージに関連してですね、東京の SOMA さんから。SOMA さんだ。SOMA さんは私もちょっと知ってるような気がするんだけど。SOMA さんね、はい。みえさんですね。はい。旧姓は T 中 MA さんって言うんですよ。あ、そうなんですか。そう。それは私知らないです。いいんですか、はい、いいのかな、はい、はい。SOMA さん、ありがとうございます。SOMA さんね。はい。配信のコメント欄に、こんなかっこいい大人になりたいな、そうだね、というものがあって、軽く衝撃を受けました。うるせえよ。で、衝撃受けてんじゃねえ。そう。で、かっこいい福田さんっていう、ま、あの曲がありまして、うん、という歌はありますが、東さんの考えている大人のかっこよさとは何でしょうか、という SO。かっこよさ、かっこいい。いや、福田さんはかっこいいよ。うん、もう、だって、うん、あの、揺らがないもの。あの、うん、なんていうか。あの、世間がどうようが俺はこれだっていうのが、あの、その、あの、なんだ、桜を見る会のチケットを渡されてうんぬんで揺るがない人とは違うよ。うん、いや、そういう揺らがなすじゃなくて、うんうん、あの、なんで、あんたとは違うんですって言い切っちゃうんだもん。私はわかるんです。あなたにはわかんないかもしれない。私ではわかるんです。あなたとは違う。その論法がすごいですよね。かっこいいですね。かっこいいですよね。首相ですよね。そうそう、もう福田元首相。あとは、はい、あの、なんか、そうだ、森首相の時にね、はい、森さんの時に福田さんが官房長官で、はい、なんか大事件があった時に森さんがゴルフをしてて、全然連絡がつかなかったってことで、あの、福田さん、あの、官房長官でどう受け止めてらっしゃいます？受け止めておりませんって言ったって、すごい、かっこいいなぁと。
受け止めてません。受け止めておりません。全くなんてことしてんの、もう、とか思って頭きてんのが分かっちゃう。かっこいいですよね、あの人。かっこいいですね。うん、でそれが ああいうふうにはなれないでしょうけどね、私は。私はちょっと忖度しちゃう方なんで。私、あれは昔、出たっての頃、ふたくふたくって読んでましてね。忖度って読むのが遅かったですね。いやいや。お前、ふたくしてんじゃないよって言ったら、はぁってね。ちょっとね、残念ですね。教養がないのが。いやいやいや、もう、そういうのよくあります。あるある。うん、あります。うん、で、まあ、やっぱり大人のかっこよさは、まあね、そういうところでもあったり。いや、俺は今の、ね、SOMA さんが軽く衝撃を受けたっていう方に頭に来て、なんだとこの野郎って、ね。俺がかっこ悪いっつうのが。いやいや、衝撃。軽く衝撃、ね。かっこいいと書いてあるのに、軽く衝撃を受けた。俺、かっこ悪いんじゃねえのっていうことでしょ。うん、いやいやいや。おかしいです。ほんと。SO、みえさんありがとうございます。SO、MA さん。はい、はい、M。面白いですね。はい。で、これでメッセージは以上なんですけれども。はい、で、あずまさんは、今月も、あずま光吉トリオプラスワン。はい。で、ご出演予定で。はい。トリオは、マキス。牧豊さん、牧豊、岡地明弘、早崎志雄、はい、こんなメンバーでずっとやってまんねんっていう感じで、まあ本当にだから本当に自分たちでもびっくりしたけど、もうここだから10年ぐらい生活のベースになっちゃってる感じがしてね、うん、だからこんなに、だから我々はプロではないけれど結構定期的にやってたんだなっていうのがすごい分かって、うん、なんか、うん、大きなものがもがれた感じはありましたよね。だから最初の頃は本当に、うん、ああ演奏だから最初に重力誌で配信でやった時、うわ合奏は楽しいなって本当に思いましたよね。そっか、何月ですか。6月に、うんうん、だから2ヶ月まるまる何もやってないって感じが、大概月になんだかんだ 4回ぐらいあり、うん、4回とかで済まないだろうな。最近ペースが上がってんで5回ぐらいやってたのかな、はい、それが全然なかったから、うん、逆にでも逆にというかこれだけ弾かないとね俺とかマキとかうわ指痛ぇとか言って終わるとそっか、うん、でも無観客ってどんな感じでしたか最初の配信。最初はでもハッチとかいたからね。あまあ見にねそうそう、それでちょっとチラッと、そうそう見に行って、うん、そこで騒いでたからね、うんうん、ハッチはなハッチさん来てましたね、うん、ハッチもね、うん、面白いですからね。ハッチと最初に会ったのは名古屋の、うんうん、名古屋の、うん、徳造っていう店で一緒にやって、はい、うん、で、なんか、ちょっと割と面白いやつだなって、飲んだら意気投合して、翌日、何時の電車で帰るんだ俺たち。じゃあ、私もそれに乗りますよって。じゃあ一緒に帰ろうって言ったら、お前でも一緒に東京帰るって言ったら、お前、席はお前離れてるぞって言ったら、うん、じゃあ横で立ってますって言って、いや、そうもいかないだろって言って、3人の席に4人でかけて、うん、飲んで帰ってきたって。学生かみたいな。ほんとちょっと、もう、慕って、慕ってって感じで。いやいや、慕ってかどうかわかんないの。ハッチも、頭いいんだか悪いんだかよくわかんないよ。ハッチは、ハッチのここの配信ライブはひどかったな、あれは。見ましたか。見た。飛沫合戦。あんな、いくら人がいないってあんな飛沫飛ばしていいのか、うん、お前。やっぱり久しぶりで、うん、もうイエーイってなってて。そう。いや、ほんとあれも面白かったですね。そうそう、あれおかしかったね。ギターの彼のセリフがほとんど聞こえないっていう。ああ、そうそう。あれはしょうがないよ。マイクないとこで喋ってんだ。そう。なんかやっぱり配信始まりの時はみんなそういうのもやっぱあんまり分かってなくて。そうそう。で、最近はちゃんとみんなマイク。そうそうそう。で、この間の、あずまさん、トリオも、うん、マキさんなんか喋るたんびにこうやってくれてマイク近づけてくれて。私は職業柄、その辺は、気持ち悪いんで。そうですね。ちゃんと聞こえるようにってことで。そうそう。で、まあ本当に1回目の配信は1万回以上のアクセスがあって、もう、まあ、ジロ吉のサイトのあれでびっくりなんですけれども、うん、本当に、また、じゃあ今度9月20日。そうですね。はい。うん、ぜひ、よろしくお願いします。また楽しみにしてます。頑張りたいと思いますが。はい。うん、じゃあ、東さん、今日は本当にありがとうございました。いいえ、こちらこそ。コロナが収束したら、はい、またライブ後にね、東さんがピアノ弾いたりして、楽しい打ち上げができると本当に嬉しいんですけど、
ぜひ。はい。はい。もう、楽しみにしております。はい。お待ちしてますんで、またよろしくお願いします。頑張ってください。いろいろ大変でしょうが。お願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。ジロキチのメグでございます。はい、前回のね、ジロキチナウのコーナーでもお知らせをしておりました。祝、ジロキチ45周年、千葉清彦とプチプチハニワオールスターズのライブ映像の有料配信がいよいよ昨日からスタートしてございます。はい、こちらは期間限定の配信になっておりまして、一瞬でソールドアウトした45周年、ジロキチ45周年のファイナルのライブ、激レアなライブ映像となってございます。ほんでね、事前にジロキチの YouTube チャンネルで、予告編の、短い動画をねアップしておったんですけれども、皆さんご覧になっていただけましたでしょうか。これね、編集もバリバリかっこええし、もうね1分半っていう短い予告動画なんですけれども、まあこれだけでもね、すっごい、もうなんやろ、濃ゆい、めちゃくちゃ濃いです。ほんでね、もうめっちゃワクワクしてくる、ドキドキしてくる。せやからね、ぜひ予告編をまずはご覧になっていただいて、もうなんやろ、1分半のギュッとした短い時間でワクワクした気持ちになっていただき、その気持ちを引きずったまんま有料配信ご覧になっていただこうっちゅうね、そのようなうまい具合の流れになってございますんでね、ぜひとも皆さんチェックよろしくお願いいたします。ほんでね、期間限定有料配信の公開となってございます。9月の12日昨日から、10月11日まで1ヶ月間となっておりますんでね、ぜひとも皆さんお見逃しのないようによろしくお願いいたします。ほんで詳しいご購入の方法なんかは、ジロキチの SNS でお知らせをしておりますんで、ぜひとも皆さんチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで続きましてのお知らせなんですけれども、8月いっぱいまでジロキチは22時閉店でさせてもらいますねっていう風にお知らせをしておりました。ほんで都の要請が、9月の15日まで、延長になったことを受けまして、22時閉店が、9月の15日まで伸びております。ほんで9月の16日からはまた少し営業時間が長くなります。9月の16日からは23時30分ラストオーダーで24時閉店という風な形で営業をさせてもらいます。はい。なので、ね、今まではね、ちょっとミュージシャンの皆さんにもね、ライブの時間気にしてもらってね、ライブ進行していただいたり、ほんで、お客様にもね、ライブ終わったら結構ね、もうほんま、すぐ帰っていただくみたいなね、ちょっとバタバタっとしたような、営業になっておったんですけれども、まあ、9月の16日からは23時30分ラストオーダーなんでね、ライブ終わって余韻に浸り持って、ね、お客様同士、ミュージシャンの皆さんとね、わははおほほ言うて、楽しんでいただける時間がね、できましたんで、ぜひとも皆さん、ご来店、お待ち申し上げております。はい。ちゅうことで、今回のジロキチナウも、めでたし、めでたし、ということで、皆さんほんま、有料配信チェックよろしくお願いいたしますよ。ね、ぜひとも、お家で、ジロキチの45周年のファイナル楽しんでください。ほんならミホさん、あとよろしゅう頼んます。メグでした。メグちゃん、いつもありがとう。さて、次回9月27日はゲストにドラマーの沼澤隆さんをお迎えいたします。沼澤さんへの質問、熱烈なメッセージなどなど、声のメッセージは番組のオフィシャル LINE で受け付けています。メールでも受け付けていますので、詳しくは番組のホームページをご覧ください。そして番組やジロキチを応援してくださる方、ぜひドリンク1杯分のご支援をいただけますと幸いです。
声で集まろうをテーマに、これからもっとリスナーの皆様にも参加していただけるような番組にしていきたいと思っています。今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは皆さん、お元気で。ジロ吉の美穂でした。